朝起こしに来る賢くてしつこい大型猫メインクーンクーちゃんの場合。我が家のデカ猫メインクーンのクーちゃん3歳。休みの日の朝、なかなか起きない飼い主を必死で起こそうとします。ママが起きるときにメガネをかけることを知っているから、クーちゃんはまずメガネを落としてママを困らせる作戦。あー、壊れる、やめて。でもまた元に戻された。少年も布団の中でまだもぞもぞしてる。いつもはとっくに起きていい時間なのに。今度は睨みを聞かせて枕元で座り込み作戦。大きいお尻。少年は目覚めているようだけど、少年に構うと絡んでくるから鬱陶しいし、どうするかな。よし、再び攻撃開始。あれ、落っこちた。少年が気落ち。ダメだ、それは少年の人に食ってま遊んで壊したら怒られるよ。おらかけてる。それはこっちのセルフでしょ。しびれを切らしたクーちゃん、だんだんエスカレート。この攻撃はママが起きるまで続きそうだよ。このままではメガネが危ういと気づいたママ、反省の色なし。クーちゃん、こら。無視。ダメだ、興奮モードに入っちゃってる。しかも遊び出した。ストップ。でも止まらん。もう寝てはいられなくなったママ、作戦成功？クーちゃんが本気で噛んだらレンズが傷だらけになるし、細い針金もポキーンなのでやめてくださいね。だから早く起きればいいんだよ。はいはい。ところがメガネを握りしめながらまた意識を失い寝落ちするマナ。嘘だろ。こうなったらジャンプの衝撃で起こすしかない。そのまま枕を占領。起きるまでここから動かないぜ。よっこらしょ。デカデカのデカ尻。え、今何か失礼なこと言いました？そしてママ、懲りずに寝ます。パタリ。とうとうクーちゃん、レンズまで噛み出した。見かねた少年が起き出す。こーら、ママにちょっかい出しちゃダメだよ。少年と起きよっか。少年か。その前にちょっと猫吸いさせて。少年は弟分なので何とも言えない顔のクーちゃん。猫吸い。まだまだ。もう一回。やめれ。また来た。すごい
わり。しょうがない、ママを放っておいて少年と起きるか。くーちゃん、満足じゃ。チャンネル登録よろしくね。